おはようございます。ディレクタ回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。骨折しました。いや、骨折した時にこの動画撮ってます、私。もうなんか、不注意でね、骨折にあって、なんか落ち込んでます。そして、意外と疲れてますね。というわけでね、今回もすでに企画考えてます。レディゴー。さあ行くか、リュウタ。リュウタと勝負じゃ。大丈夫、ま、大丈夫。なんか不安しかない。もうもはや不安しかないですね。はい。大丈夫かこれ。さあ行きましょう。すべてはここから始まった。大魔導、岩飛び床、シールド構造。さあ行きましょうか。この3体で全てはここから始まりましたよ。モリーのね、レンタルで借りるモンスター3体で組んであります。いきましょう。さあ HP がね、その分やっぱ低いな。まあレンタルチームと言ってもですよ、個々の戦闘能力はなかなか高いんですよ。大魔導もイバトウヤクもシールゴードもね。なんだこれ HP の差は。大丈夫これ。一見フリーしか見ないんですけどね。まあまだ HP だけじゃ決まらないですよ。過去にさ、HP が全てですよとか言っとったのになんやこれ急に。いや HP だけじゃ決まんないよ、うん、まだ。うわー、2回攻撃してくる。さあまずは岩飛ちゃんがいきます。百裂ビンタビンタいくぜ。はい。まあしっかり当てていきましょう。さあ向こうは鋼の牙、通行には高い技が。おっと大魔導だな。大魔導が一番防御が低い。そうなんだよな、このパーティー大魔導が一番防御低いんで狙われちゃうんですよね。こうやってどうしてもな、これはな。さあ行きましょう。灼熱の注文、ギラ。結構効くんじゃない？相手的に見れば効きそう。あ、めっちゃ効く。めっちゃ効くわ。いいよいいよ。煉獄の火炎。さあ炎ブレス。いやーやだな、避けない？避けないね、誰も。痛いね。誰も避けないね。てか、君たち全員2回攻撃してくるんで、50% の確率をそんなにみんな引くんですか？すごいっすね。よし、避けた。大魔導が避けました。いいよ、大魔導避けていこう。しっかり避ければ大丈夫だよ。避けていくのはでかいよ、本当に。HP が低い分ね。おっとっとっと、おいしょよ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 しょ。まあ2回攻撃。全員2回攻撃したじゃねえか、おめえら。おめえらどうなってんだよ。めっちゃ運いいな。知ること。まあ。いやでも2回攻撃全員したな。すげえな、それって。小心者だー。ほい、あかんか。痛恨、会心出したいね、会心。いやいや、もう龍太くんにこのモリーレンタルで勝つっていう快感を味わってみたいんですよ。煉獄の火炎。さあここから向こうのね攻撃が強くなりますよ。避けない。避けて。避けてくれ。ギラ。まだ HP が1300の差がHP の圧倒的差がついてるんですけど、まだ。いけ。はい。まあいや、しっかり当ててから大丈夫だよ。いけるよ。おー、まあ、しょうがない。いやー、全然 HP 返せないんだけど。よけろ。よしー、ラッキー。いいよ。向こう濃厚だよ。一つよけただけで、まあ。ラッキー。いいよ。よし。ここで行きましょう。ここで光の玉を使います。オッケー、ラッキー。さあ HP700、こちらはHP が若干劣勢入っています。いけ、今とれちゃん。はい、いけ。いいよ。大丈夫。さあビビリギリ、縦に隠れて小心者のビビリギリが、はい、よし。いや大丈夫。さあ勇気たまった。勇気たまりました。こちらのこのターンを耐えきれば勝ちです。さあどうだ、攻撃。さあシールドコードは避けないな。これは避けないな絶対。もうでも硬い。大丈夫。さあ、このターンを耐えきれるか、耐えきれるのか。さあ、ドラゴンフロー、大魔導よけなーい大魔導よけなーいいけHP 完全に劣勢入ってます。さあ、さあ、ラスト上がりの牙。さあ、どうだ、これで決まってしまうのか、避けるのか、どうだどうだ、おやったーやったーモリーレンタルチームで私ガチ勢に勝たせていただきました。わあ、この勝負本当にね、もういただきましたーどうだ龍太くん、レンタルチームに負ける感触どうだいやー、本当にもうモンスターマスターやめられないですね普通にやらもう勝てないっすよ、こんなのいや、これはモンスターマスターですよね、本当にいいねー。じゃあ最後ね、もうモリーレンタルチームの勇気でたまらないさ、なめちゃいかんぜよ。お疲れ様でしたーすげえ、勝った。さあ、あれ刑場にあったじゃん、翼くん。君なんかこの前勇者でさ、俺をしょがりしてきたんだけど覚えてんぞ。もっと全てはここから始まった、モリーレンタルチーム1です。いや、もう無理な気がする。こっちはもう本当にきついかもしんない。相手が悪いいや、何がきついって向こうが賢者なんで、ジゴフラッシュが全員取っちゃうんすよ。もうそれが何よりきついのと、連合議長がいるってのがもうマジできついんですけどてか HP やっぱり負けてんだけどいやー、どうすんのこれ。いや、もう諦めない。何かどこかに勝ち筋あるから。こっちは勇気をためて逃げ切るって戦法あるけど、2100で逃げ切れんのかこれいくぜスライムナイト、空高く飛び上がるぜ。いいねー、結構効くねやっぱ。さあ、超音波発生します。おでえそんなよけんの、お前ら回数揃うの揃って2のくせにそんな。でも攻撃力はそこそこ出ましたね。うわ、終わったかも。大丈夫これ。ボロボロやばい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 。すげえ、意外と削り合いの勝負になってんな。バギマーもう回避できないしな、呪文はな。マジっすか、強いっすね。ゆりかごきたー、強力な技なんだよなこれがな。おーし、ラッキーですねこれは。ラッキーラッキー、まだわかんない。これはまだあるかもしれないですね。 HP 差はちょっとだけ埋まった。ジャンプ切りいいね。打撃の亡霊がね、比較的打撃は吸ってくれるのがでかいですね。もう自己フラッシュ来るじゃん、ほら自己フラッシュは受けれないんだって。うわーまあでも、幻にかかってないのはでかい。マインドブレイク。いやー、きついな。ダウンウォール効果の強力なサブウェポン。うわー食らっていく。ダウンウォールしっかり食らいました、こちらは。さあ、ゆりかごやめて。おー、ラッキーラッキー。まさか食らわないと思いませんでした、私、ここまで。よっしゃ、こっから返せるか。よし、いいよ。さあ、すぎやん。今度は噛みつきに行きましょう。はいー、めっちゃ効くやん。ある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 よ、あるある、だいぶあるよ、だいぶあるだいぶある、逆転ある逆転ある逆転ある、いけいけ、マスター・ド・ブ・スキャン超火力で。さあ向こうも何してくるの。うお削り合いになった。さあ先に動いた方が勝ちか。どっちどっちどのき、すぎやすぎや、超音波発生、イエーイ勝ったなんか勝ったあれ想像してた展開とは違うんだけどはい、というわけで今回は誰もがね絶対一度は通る道、モリーレンタルチームを使ってバトルしてみました。まあ、勇気をたみやすいっていうのも あるし意外と後半のモリーレンタル1は本当に頑張りましたね、個人的にいやもうね、やっぱモンスターマスターは本当に使える。ただモリーレンタルチーム2っていうのは主人公が入れられるんで、その分実は本当はモリーレンタルチーム2は主人公を入れた方が使いやすいですはい、というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。